被害しザーシマーあーこれ地味一番だ楽しい若島さんがどうするかなにし案の定案の定ご横綱いたします。あんかずも取りすぎましたるところあんやあの島他の島あなた案の定案の定ますも一番にて千秋楽にございまする。東方横綱他の島西風部屋西方安の横綱安の定松本部屋この現象には取り組みが12本かかっております。乗らないよ今場所最後の一番でございます。すごいね、いっぱい出すかいっぱいだと力士が見えなかった。だって五分じゃんね。そうだよ、なんないな五分か。案の定勝てば優勝、負ければ半分勝てば決定戦ですよね。すんなり優勝決めるか協会待望の横綱優勝が赤の島はちょっと意地がありますからね。これ負けたら独走が入るからね。いやでも案の定頑張れ。負けられないね。頑張れ。負けられません。優勝決めそうな勢いなんですが、そうやね、決めてね。あ、片や横綱もね、性欲感が。そうですね、お二人ともだからもう、ね、で最後にまた意地を見せるか。あの飛ぶかな。飛ぶか飛ぶかな。そんな相撲取ってしかない。堂々と中野岡の本相撲とは違うんだ。読んで変化はないでしょう。中野氏さんと勝ってほしいですね。やっぱり紙相撲はやっぱりね。さあ最後の一番になります。場所最後の一番、千秋楽の一番、ちゃんと両者しっかりと仕切ってますか。こっちさちょっとこっちが空いて見えますけど、の優勝すんなり決めることができるか。とんでもないことするかな。なんかまだちょっと空いてみる。大丈夫、ちょっと空いてみる、ちょっと空いてるね。いや、でもついてるよ。あれ、うん、あれいいの？いいすか？いいの？こっちは横綱同士の、お腹ついてる。足はいい？いいすか？いいの？はい。時間です。さあ、よし、お話を頑張れ。あの女頑張れ。いそれげ。頑張れ。あの女頑張れ。それでも頑張れ。あの女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 頑張れ。手がついた。手だ。あぶねえ。手が。今度は止めたのは最後だ。手がついた。いや、投げるのは分かんないけど、今回で止めたのはそれは最後だ。すごい。よく投げたね。これは体が伸びてまだ足が踏ん張ってますからね。身体ではないと。投げたんだよ最後。ちょっと待って。ちょっとそっち行って。投げたんだよ。取っとるよ。相撲はお互い投げの打ち合いだね。投げたけどね。相撲はそう。これは案の定なしだな。これは劇的な勝利。いやちょっとね、若島がね、投げる雰囲気あったんだよな、なと思いながらね。もう一腰入ってると、完全に案の定が仰向けになってくるよね。おめでとう、久々さんの6回目の優勝。10勝いったのかな、6回目。あ、鬼錦になるんだ。鬼錦なんだ、鬼錦とか藤の森とかに。歴代のね、大横綱と言われてる人が6回優勝してるからね。そうなんだ、悲願の6回目。これ何？下手投げ。下手投げ。なんだろう。でもなんかバーンって感じだよね、こうって。うん、あ、まあ、こう。
あ、ここまで来ればだよと。いやー、だけどす。で微妙なところだね、これが。すくい投げ？すくい投げ？すくい投げ？すくい投げ。まあ、すくい投げ。すくい投げだ。決まりましたよ。場内がすくい投げ取りました。立ち直るよ。やったね。いや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 。いやー、まあ、いい質問だね。この先に行かなの。案の定。表彰。ありがとうございます。表彰して、あ、もう私からの方が勝ってるな。